はい、皆さんこんにちは。はい、今日あれ？なおこです。こんにちは。ちょっとね、もう一回。え、なんでいつも通りやって和歌山市場ですって。私はあくまでもゲストなんだから。今日ゲストにちょっとこういう工作してもらおうっていう感じだからね。はい、はいはい、じゃあ皆さん改めまして和歌山市場でございます。このまま行くの？はい、そのまま行きますよ。はい、もうこのね、赤山修の動画無編集なのがね、もう売りですからね。はい、今日はですね、直子さんにですね、実は学校写真の集合写真にですね、使う便利グッズです。そうです、ちょっとそれをですね、今から作ってもらいたいと思います。はい、はい、工作します、軽く。それでですね、ちょっと工作する便宜上ですけどね、普段無編集なんですけど、ちょっとこう切ったり貼ったりが長くなるときには一旦切ってすぐにそれをつなげますんでね。そうですね、はい、ダムさんがトークでつないでくれることを期待してるんですけども。はい、はいはい、じゃあ一応じゃあ今からですね、はい、じゃあお願いしましょう。はいはい、まずですね、じゃあ奈子さんまずやってまず何を作るかっていう話なんですけども、保育園、幼稚園、小学校、低学年の集合写真ですね、クラス集合を撮るときに、子どもたちを地べたにはお尻つかせたくないんですね、なるべく。で、でこういったレジャーシートの上でしたら、多少地面が湿ってても座れるじゃないですか、はい、草、ほら、夜中で濡れてたり、あと前日雨だったりとかあるじゃない。でそういう時に子どもたちに座ってもらうためにレジャーシートをこう細長く加工して集合写真用のシートを作ろうと思います、うん、はい、何ですかになるのに一番前の、ね、に座る子どもさんに対して座ってもらうとか、そう、大体保育園とかだと2列、ね、1列目、うん、男の子座り、女の子立ちとかにして、うん、まあ、今は女の子みんなズボン履いてるから別に立ちにしなくてもいいんだけども、まあ大体2列ぐらいで行ける場合が多いんだけども、はい、それで前列の子どもたちに座ってもらうためのシートです。はい、はい、で小学校になると、そうだな、2年3年になるとこう3列になる場合もあって、そういう場合は1列目がお膝でお山座り、うんうん、はいはい、で2列目がね、お膝で立つの。おーおー、膝で立ってお尻を持ち上げてるパターンね、はいはいはい、で3列目が立ち、そのどこ行くの？ちょっと今コーヒーを持って、あ、はい、でその時に使うシートを手作りします。はい、で実はね、専門のものも売ってるは売ってるんですけど、はいはい、意外とね、いい値段するんですよ。うんうんうん、でだからちょっと自作しようと思います。で今回用意したのがこの一人用レジャーシート、これはダイソーです。うんうん、それをね、2つダイソーだったよね、キャンドだっけ。そう、これダイソーダイソーのマークがないからあれって思ったの。あ、そうか、ちょっとこれ100円ショップでっていうふうにしましょう。そうね、ダイソー、うん、キャンドゥかセリアかダイソー、何件かね、ちょっとはしごして回ったので、はしごして、はい、好みの柄にしました。あと厚みですね、ブルーシート系だとちょっと薄すぎるんで、うんうんうん、ヒラヒラまくれ上がって飛んでちゃう場合が、はい、じゃあ早速工作を始めてもらいます。早速じゃあどんどん、はい、あ、でこれサイズを言おうか。今日買ってきたのが60cm×90cm を2枚買ってきました。で本当はここに定規があります。40cm 幅で35というのも、お尻、1人分のお尻プラス2列目の膝のこともあるので、実はね、40センチあると完璧なんですけども、これね、意外と40センチを荷物で持っていくの長いのね。だから今回はかなりギリギリなんだけれども、30センチで作ります。奥行きはね、これたまたまこの60センチの奥行きのが売ってたので、これを半分に切っていきたいと思います、はいはい、半分に切ってこの4枚2つあるので、この長細いのが4枚できるので、それをくっつけていきたいと思います。はい、はい、皆さんね、特にですね、業務でですね、なさってない方にちょっと説明しますとね、集合写真はだいたい少なくて20名とか30名ぐらい、ね、の、クラスをですね、2列とか3列にして撮るわけですけど、その一番前にですね、
あの座ってもらう子どもさん用の、お尻が汚れないようなシート作りということでね、あの、うん、今やっていまして、で私実はね、東京に来て初めて知ったんですよ。あの私がたまたま、ね、写真館とか写真屋さんの下請けとかで、うん、結構仕事はしてたんですけどね、そういったシートをね使ってないところだったんですよね。あ、そうなんだ。そう、まあもちろん もちろんそれはね、湿ったところに座らせたりはしませんよ、うんうん、まあ、でも結構現場で困ることがあったので、うん、あ、これってね、あ、そうか、そういうものを使ってらっしゃるのが当たり前なんだなってことを初めて知った。当たり前かどうか分かんないけど、私がね、うん、あの、うん、お世話になったね写真館さんでね、うんうんうん、あの当時、うんうん、今ね私学校写真やってないんだけれども、うんうんうん、当時教えてもらって、うんうん、あ、なるほどなと思って、うんうん、でもすごくね、あの、うん、いいよね、あのね、あの映る人、被写体さんのことをねすごくね、あの、そうそう、やっぱり一番大事に、ね、あのね、低学年さんはね中腰ができないのね、上手に、あの、保育園なんてなおさらなんだけども、うんうん、中腰っていうのができないから、やっぱりね座ってもらうと綺麗な集合写真になります。あ、そうか、私がね、あの、うん、だいたい下請けに行ってたのはね、うん、保育園とか幼稚園もあったんだけど、うん、あの、それよりねやっぱり、うん、あの小学校の、ね、中学年、うん、高学年、あと中学生が多かったからね。あ、そうか、そうね、 中高生とあと高学年は、うん、あの上手に中腰やってくれるから、うんうんうん、いらないかもしれない。なるほど、ちっちゃな子供さんたちはね確かに座りにくいもんな、うん、そうなの、そうなの、うん、だから体育座りぐらいはできるんだよね、あの足をのこうなんだっけ、そうそう、体育座りはね、なんとかね、お膝とで取るときに気をつけるのは、お膝とお膝くっつけてねってね話しかけるのね、うんうんうん、そう、パンツ見えちゃうからね。私自分がね小学生の頃に、うんうん、あのカメラマンさんがね、うんうん、卒業アルバム用の写真を撮ってくれたんだけど、うんうん、なんかね私ね鉄棒っていうかさ、ジャングルジムみたいな上にね、うんうんうん、座ってたの私が、うんうん、もろパンツ 100% パンツまで見えて、お尻がもう、ね、それがすっごい嫌でなんかね、もうそれが忘れられない。まさか自分がその時カメラマンになるなんて思ってもあの時のカメラマン気が利かなかったなと思ってあの、ね、すごいね、アルバムにさ、パンツ 100% だよ、チラミチラとかじゃないの、もう、うん、お尻丸ごとバーって白いパンツがさ、うん、あ、僕ね、あの、こんな動画でさ言っていいのか分かんないけど、僕の経験としてね、うん、ほぼ女子校に近いぐらい女子が多いね、高校 の、うん、あの文化祭の時にね、うんうん、あのクラス写真を撮ったのよ、うんうん、でそうしたらね、もうその時にね、なんかちょっとこう何かな、男子校とか教学と違ってね、うん、もう女子たちがやっぱりあれなんですよ、もうね、あんまり気を使わないんですよね。そうだね、うん、それでまあカメラマンの方は当然ね、もしも下着が映っちゃいけないので気を使うんですけどね、うん、皆さん気をつけないといけないのはね、うん、あの特にあれですよ、プロの方ですよ、うん、あのまあこれね言わなくてもね、皆さんもう思っていらっしゃると思いますけどね、うん、ストロボを焚く時、うんうん、ストロボ焚いたら、ね、スカートの中までね光って見えてしまうんでね、あ、よく見えるね、椅子に座ってるところのね、うん、そうなの、椅子に座って正面から写真撮るときもお膝とお膝がちょっとで巻いてると奥までねストロボが届くから、そうそう、あのね、太ももと太ももの間にね白いパンツがねこう縦線でちょっと見えちゃってするんだよね。そうそう、だから ね、これ本当にあの今あれですよ、変なんで下ネタじゃないですよ、いや真面目な話なんだけどね、真面目な話、あのね、日中ね明るいとね当然ストロボが与えてないから中は当然見えないじゃないですか。でも写ってる写真にね下着が写ってることがあって、そうだ、ね、私ね本当にね、あの後でね修正したことがありますね、うんうん、本当その時は気がつかなくてね。でそうだね、ただね頭では分かってるから、皆さんねお膝だけはね閉じてくださいねとは言うんですけど、うんうん、どうしてもねその撮影する瞬間にねお膝が閉じることが ね、そうそうそう、緩んじゃうことがあって、うん、でそういうのはね、そうそう、本当に気をつけないといけないところ。だから保育園とかでも私シャッターごとに言ってるよ、うん、あ、そうね、やっぱり、うん、そう、シャッターごとに言わないと一回言ったからいいわっていうわけにならないよね。そうそう、みんな上手だねとか言って、うん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 、お膝と膝閉じようねとか言ってね、うんうんうん、撮ってたね。はいはいはい、はい、
だからね、やっぱりこうね、瞬間ものですからね、写真はね、やっぱり気をつけないといけませんね。集合写真はなんかいろいろ失敗とかあったね、うん、あとね、まあ皆さんね、あのプロの方だったら皆さんいつものご苦労だと思いますけどね、まばたきがね、やっぱりこう何十人撮っててね、一人でもあればね、まずいですから ね、 そうね、シャッターのタイミングだったりね、うん、やっぱり何かな、僕の経験の中で言うとね、あの超ベテランさんの人の声かけとかすごく上手なんだよね。そうそう、だから写真館の皆さんもすごいですよ、本当に。これさ、ちょっといい、うん、はい、これをね、細長いの4枚今できました、はい、で、あのこれを縦長にこう、こんな感じでつないでいきます、はい、これね、実は何でつなぐか、もうちょっと視線下ろして、上が見えない、もうちょっと下の、あ、ちょっと、はい、そのぐらい、はい、で、はい、これとこれをつなげるんですけども、はい、本当は ミシンで縫うとすごいバッチリなんですよミシンでビーって。でもミシンって意外とちょっと難易度が高かったり持ってなかったりもするので、今回は横着で透明のテープでやっちゃいますはい、はい、はい、どうぞ。何だっけ、はい、何の話だっけ、集合写真、だから集合写真のね、まばたきとかないようにさ、ベテランの方の声かけがすごくうまいのそう。でだから僕ね、あのちょっと個人的な話させて、うん、あの島根県の松江市、ね、うん、の、 あので私仕事をしていることが多くて、写真屋さんの仕事はね、うんうん、そこの写真館さんがすごいベテランの先輩が何人もいるのね、うん、その方たちがね、だいたいもう3枚か4枚ぐらいで決め打ちするんだけど、あ、いいね、3枚で、3枚ってなかなかね、あのほんでね、今のデジタルの時代だから何枚も撮るって思うでしょ、うん、もうほんとね、声かけとかね、シャッタータイミングがすごい上手なの。あ、そうなんだ。でそれでね、写ってる写真見ても素晴らしいのね、うん、で僕はちょっとさすがにこれはもうぶっちゃけ私何も包み隠す ところないんで本当のこと言いますよ、うん、私学校写真とかね中心の仕事ではないので、うん、どうしてもシャッター回数が多いんですよね、うんうん、ね、まあ、でもそのね大先輩たちはね、うん、本当に大体多くても5枚まで。へ、大体ちょっとこれさ、うんうん、あのピッて持っててもらって、はいはい、ここ上と下ピッて、うん、で卒業写真なんてね、もう3ピッて、うん、ピッて3枚ぐらいで、へ、決めてしまう。そうなのね。でね、声かけもね、ソフトでね、やっぱり皆さんがね、こっちね見てくれるようなね、上手な言い方なんですよね、うん、へえ。でその先輩たちはね、なんでそんなねシャッター数が少ないかっていうのはね、いろんな、まあ、理由はあるんだけどね、うん、フィルム時代からの先輩だから。なるほどね、いい、ありがとう、うん、でそれでね、でなんでね多く撮らないんですかって聞いたらね、いや岡山さん、あれだよ、そんないっぱい撮ったって、うん、別にね、あの瞬きとかが重なってなければね、いいし、これこうやって折るよ、うん、でそれでね、シャッター数って少ない方が後で整理が大変じゃないじゃないですか言われて、まあ確かにごもっともだなと思うんだけど、うん、なかなか真似ができないですね。うーん、素晴らしいね、うん、やっぱりその声かけが上手なんだろうね。そう、パッと目をさ、見開くっていうかさ、うんうん、こっちに集中する瞬間を作ってね。そうそう、こっちにも貼った方がいいかな、裏と表両方に。あ、裏と表が貼った方がいいかもしれませんね。そうだね、ここちょっと引っかかるから、うん、はい、貼ることにします。じゃあ押さえておきましょう。ありがとう、はい、ね、今日はね、あのこの作業だけじゃ皆さん面白くないと思いますんでね、私のね、あの学校写真だとかね、そういった経験談とかもね交えてお話を聞いていただきたいんですけど、うんうん、そう、まあ、やはりね、写真館さんとか営業写真っていうのはね、うん、基本的に集合写真だとか、うん、照明写真、うん、っていうかね、写真館の仕事ってものすごいいろいろ多岐にわたってるからね、うん、勉強になるんだよね。そうで、それでね、本当にあれですよ、基本的なところっていうのはね、すごいと思うようなことが多いです。おいおいおい、うん、私もね、写真館から、うん、写真館の仕事から入ったの。プロカメラマンになるとき、一番最初学校写真から入ったの。あ、そうなのね、うん、舞台は後からなの。そうか、じゃあ学校写真の仕事で、まあいろいろと経験を積み上げたという。そうそうそう、そうなのよ、ことなんだね、うん、でそうしたら、じゃあそういう風な頃からこのレジャーシートというか、うん、この集合写真の敷物というのを使っていたという。そうそう、こう、うん、使ってた、これあのこういうのを用意してくださいねっていう写真館さんで教わって、うんうんうん、はいはい、うん、今度こっち 2、はい、2セット目、はい、これさ、模様合わせたいね、できれば。あ、でも微妙に合いそうだね。まあちょっとずれてるけどね、まあでもまあ大体、うん、合うでしょ。あ、でも、でも切った場所同士つけた方が後々の辻褄が合うかもしれないから、これでいっちゃう。
写真館にね飛び込みで行ったの。私ね、あの写真は趣味だったのね、うんうん、でだから写真趣味仲間と一緒にお散歩撮影会とか毎月毎月行ったり、うんうん、あ、じゃあプロではなかったのね。最初からプロじゃないよ。最初はただの写真好きだったの、うんうん、あ、でもちょっと待って、ちょっと質問させて。いいよ。写真好きって何撮るのが好きだったの？あの頃は何だろうな、いやでも本当ただの街撮りみたいな。日常、そう、街撮りとかなんかあの歩きながら撮ったり、そうそう、街撮りとかを友達とみんなでやるのが好きだった。ちょっとこっちのやつ持って、お手で押さえててもらっていい？そうで、ちょっと長く切りすぎちゃった。で、実はね、はい、動物園通いもしてたの。動物園通い、動物園に通ってた。うん、そうなの。動物園に毎週年パスを買ってね、多摩動物園とか上野動物園に通ってたよ。雪の日とかも行ってたもん。雪の日はね、かっこいい写真撮れたよ。その時はね、キャノンのね、キスデジ N とかいうの使ってた。ほうほう、そうなのよ、懐かしいね。ここなんか微妙になってないな。でもそれは仕方がないね。いいことにしようか。そのは、ね、うん、はみ出たのはこう切ってちょっと内側に折っときたいと思います。はい。でね、写真館、そんな頃に、いやもう写真を仕事にしたいなって思ったんだけど、どうしたんだっけな、うんうん、でとにかく、写真、いきなりですよ、いきなり。私もよくやるなと思うんだけど、写真館さんに行ってね、つかね、インターネットで調べたの、近所の写真館を、うんうん、近所の写真館を調べたら、なんか学校写真とかやってる写真屋さんがあったから、よしと思って、なんかあの自分の何の写真だろうな、あ、でも仏撮りも好きだったから、自分でね、撮った仏撮りの写真とかもプリントアウトして、なんかファイリングしてねもうファイリングして、自分の色、こんな写真、こんな写真って言って撮ってますよっていう。そうそうそう。でね、写真を仕事にしたいので、あのここで働かせてくださいみたいな感じで、うんうんうん、飛び込み。何軒か行ったの？もう1軒しか行ってないよ。あ、1軒しか行ってなくて、そこで使ってもらったの？そうだよ、そこでが高橋写真の。へえ、うん、そうなんだ。ちなみにちょっと言ってもいいんだったら、高橋写真さんは、うん、あの国立に、そう、あの ヤホ駅っていう、あ、そうか、南武線、あれ南武線だっけ、南武線、JR、そう、南武線のヤホ駅っていうところの高橋写真で、すごいすごいね、おじいちゃんもすごいいいおじいちゃんで、店主の健一さんもすごいいい人でね、うんうんうん、今でもお付き合いしてます、お世話になってます、はい、私もね、あのつい最近ですけどね、あの高橋写真さんにお世話になって、あの仕事をさせていただき始めたので、うん、ね、でそこの高橋写真さんね、そう、いろんな写真館とさ、うん、ちょびって付き合ってきたけどね、すごくいい写真館よ、うん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 、そこにね、あのそこでカメラマン友達とかもたくさんできたしね。あ、そうだ、それで横のつながりみたいなのが、その高橋写真さんの仕事でできた。そうだ、だから仕事をさ、紹介し合ったり、あの別に学校写真じゃなくてもさ、うん、あのちょっとごめんね、まずこっちに貼る、でこことここ、こことここを伸ばす、そうそうそう、ありがとう、あ、しまった、短い、まあいいか、そうなのよ。でさ、学校写真ってさ、すごいいろんなシチュエーションを撮らないといけないじゃないな、うん、結構さ、ブライダルと同じぐらいさ、大変だと思うんだよね。まあブライダルはね、それでね、スナップの修行を積んだね、なんかね、うん、あと集合写真の撮り方とかもすごい教えてもらったし、今でもね、役に立ってるよ。入社式とかもちょっとドキドキやるんだけれども、うん、入社式ね、素敵に撮らないといけないでしょ、うんうん、僕もね、実はね、あれなんだよ、写真専門学校行ってる時に2年目は、うん、前のね F2 チタンでの失敗の話で話をしたんだけど、うん、スポーツ新聞社でアルバイトをしていて、うん、学校行きながらほぼ1年間2年生の時の1年間ね、報道写真屋さん、うん、でそれ卒業したらね、うん、あのホテルニューオータニのね写真室に1年間勤めさせてもらって、うんうん、でそこで、まあ、まだフィルムの時代だったんでね、あのすごい古い時代だけど、うん、そこでね、あの婚礼の写真の仕事をメインに、あの大体ヘルプをさせてもらってるような、まあもちろん1年しかいないので
見習いレベルでしかね、身につくところはなかったんだけど、うん、でも結構ねこだわり方ってのはねものすごいなと思った。うーん、ライティングしかり、うん、あとお嫁さん の着物のね、振り付け、うんね、形をきちんと作って。そうだね、なるほどね。で当時はねフィルムでシノゴで撮ってたの。大変そう。シノゴでビューカメラで、で僕はビューカメラのピント合わせとかをさせてもらったりとかして。へえ。あとはお嫁さんの型作りの後ろ回り、うん、後ろ回りだけしか触らせてもらわなかった。へえ。あ、できちゃいました。はい、はい、完成でございます。はい、この長い長いこれもだったらここから端っこから見せようか、はい、こんな感じです。こんな長い長い長い、はい、でこれで集合写真の、これで集合写真を撮ります。一番前の子供さんが座る、そう、ね、ところができたと。はい、でこれはねこうやって丸めてカメラバッグの端っこに挿しておきます。このリュックタイプのカメラバッグをやっぱり遠足とかさ、うんうん、持ってく場合があると思うんだけど、多いと思うんだけど、うん、そうするとさこの三脚刺すためのポケットとかペットボトルを刺すポケットみたいなのが、うんうん、一脚刺せるところね。そう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 、うん、ついてるじゃない。そこにねちょっとこれを刺しとかな。はいはい、うん、懐かしい。久しぶりに作った。これ昔私学校写真やってる時に、ね、同じように作って、そういう仕事が入った時は持ち出してました。なるほどね、うん、これだったらもうこれ持ってたら今はさもう舞台の仕事がもうほぼほぼメインになっちゃったんで捨てちゃったのね、うん、でもちょっと岡野さんちょっとやるっていうからちょっと今回新調して作っちゃいました。これすごいさ模様もさシックだしさあいいね。ちょっとこれ親指入れてこうくるくる回すとちょっと円が小さくなるんで、はい、はい、でこれ汚れてもすぐさーっと雑巾で拭けるしね、うん、家帰ってきて干したりもできるし、これだったらいい道具になりましたね。軽いしこれだとなんかビニールかなんかに入れて輪ゴムで留めとけば。なるほど。これちょうど僕もね先ほどね名前が出ましたけど高橋写真さんのね、うん、学校写真のヘルプをさせていただいて、うん、で高橋さんについてですね、うん、小学校の遠足に行ったんですよ、うん、でその時に高橋さんがもうこれのようなものでもっとね、うん、ちょっと工夫してあったんだけど、ね、そういったものを使ってらっしゃって、それで僕が直子さんにそういったものがあったよって言ったらね、うん、ああそれ知ってるよそんな、うん、皆さん使ってるよってことで、これね一人分のところにこう線を引くっていう手もあるの、うんうん、子供で結構さ右に寄っちゃったり、あそうそう等間隔同じ間隔で座ってくれないから指示しないといけないのね。座ってくれないのでこれマス引いとくんでね、うんうん、ここね、うんうん、マジックでもいいからこう線引いとくと一人下マスだよって言ったら、うんうん、そのマスのとこに座ってもらえるのでいい。ただそれぞれ、ね、人数がね決まっちゃうので、うんうん、あとほら小学生と保育園生で違ったりするじゃない。あそうね、お尻の幅が違うからね。そうそう、だから、うんうん、私はね引かなかったんだけど引いてもいいと思う、うん、そういう仕事が多いんだったらこれいくつか作ってマスのサイズをさ、うんうん、大きいマスのと小さいマスのを作っておけば大中小作っておけばさ、はい、でそれで使い分けてもいいからね、はいはい。まあ、一応今回はですね業者向けというかねそういったその人向けに作ったわけじゃないです。そうそうそう、この動画は一応ですね私たちのね何かな写真のその仕事のまあ、うん、もしもね内容みたいなものをもう具体的にねもう包み隠さず言うことね、そうそうそう、お話しすることによって何かねお役に立てたらなって。これも役に立つかもしれないからね。私もこれ実際すごく役に立ったんで、もうだいぶ使ったんでこれ、はい、うん、ですからねまた今日はですね学校写真とかに使う機材のことに関してはね話はできませんでしたけど、まあ、またですね改めて、どんな機材を使ったりとかしてね、例えば私が報道写真の新聞社の仕事をね請け負ってたとかね、うん、そういうようなところで今の Z の機材に大体こう適応したようなですねそういったその、ね、機材紹介などもねしたいと思います。今日は本当に直子さんありがとうございました、うん、はい、そう幅出来上がった幅ですね、幅が
30センチです。60センチを半分に切ったんです。30センチ幅で、でこの90元の商品が90センチだったんで、これを一つの商品を2つに切って、それを2セット4枚作って4枚を貼り合わせたので、3.6メーター。はい、3.6メーターです。あ、ちょっと短いかな、どうだろうな、まあでも、ちょっとね、場合によってはね、短いかもしれないね。でもね、いけると思います、ちょっと入らなかったら、ちょっと立ちの子を少し増やしてか、詰めるか、ごめんねって言って地面に座ってもらうか、まあでも、理想はもうちょっと長い方がいいかもしれないね。まあでも使いながら、まあ、もし、短かったら足せるんで、これ、でもね、保育園とかね、幼稚園のね、子供さんたちのね、遠足とかだったら大体そのぐらいで OK かな。いけると思うよ、そういう気がする、はいはい、で皆さん、じゃあ多分ね、写真館さんによって並べ方が違ったりするので、あと子供の年齢によってこの必要な幅変わってくると思うんで、はい、切ったり貼ったりできるので、これ簡単に、ぜひよろしかったらお試しください。はい、で皆さん、はい、今日も赤いのチャンネルをご覧になってね、カメラ出てないですけど、カメラ出しとこうね、はい、ね、これね、明日から仕事に使うですね、24から200でございます、コーバリズム。あ、これいい、ね、これ1本で修学旅行撮ってきますからね、これ学校撮影とか最適だと思う、これ1本あれば、はい、でそれで ね、あのね、Z9 のね、バージョン 4.0 とかね、ちょっとね、クラスにまたさらにね、AF が洗練されたというようなことも言われてるんで、ぜひぜひ楽しみですね、はい、この組み合わせが使ってください。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日もノー編集でできました、はい、やった。じゃあそれじゃあなほさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。どうも、はい、また何か役立ち情報動画作りたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さようなら、はい、さようなら。